はい、皆さんこんばんは、ベンチャンネルです。はい、本日はね、9月30日月曜日午後6時半過ぎたところです。皆さんも、週初めの月曜日ですけれども、お疲れ様でした。今夜の晩飯のメニューはこちらになります。とりあえずね、まあ、牛丼屋のね、こちらのね、うなぎを買ってきました。なんでこんな高級なうなぎがと言いますと、まあ今日はね、まあ、お仕事、月末なんで、まあ、まず今月のね、作業等などの、ね、まあ、編集をしてました。あとね、来月の作業の予定を、ね、用紙に出しました。安全ミーティングもね、夕方やりました。まあ、いろいろとね、まあ、今日は自分は事務系とかね、忙しかったんでね。まあ、その後、まあ、定時に終わってね、まあ、ちょっといろいろまだ、作業があったんで、それを事務終わってから、まあ、本社に向かいまして、まあ、書類等を出しに行ってきました。で、そこでね、ちょっと一つね、本社の方でね、ちょっとお話したいことがありまして、ちょっと聞いてきましたね。その話は、まあ、皆さんもちょっと心配してました、その、有給問題の話ですか。まあ、自分はね、まあ、もう、2年前になるかね。まあ、自分、ね、あの、食道癌でね、まあ、入院して手術して、で、8月退院して、それからね、まあ、その、次の年の、あれかな、3月まで、その8月から、まあ、傷病手当で、まあね、まあ、頑張ってね、まあ、治療してたんですけれども、まあ、その、次の年のね、4月から仕事復帰できないかと。まあね、自分仕事復帰できるって言って、まあね、CT 検査とかね、そういう定期的な検査はね、今も行ってますけど、まあこれから一生ずっと行かなくちゃいけないんですけれども、まあとりあえずね、戻ってきてくんないかって感じあって、とりあえず4月からね、その、まあまず、ね、ちょっと相手が会社側もね、ちょっと大丈夫なんかって感じで、まあ、パートの3ヶ月間みたいな感じで、まずやって、その後、まあ大丈夫だっていうことなんで、普通のね、まあ一応契約員として戻らして、ただ自分病欠なのに、なんかその、ね、仕事の日数がね、8割達成してないっていうことで、7割なんで、有給がもらえなかったんですよね。まあ、皆さんから病気で休んでんだから、それはおかしいっていう人もいろんな意見もあったんですけども、まあ、会社側の方もなんか、労務士さんの方から、まあ、言われてるって感じで言われてたんで、まあ、普通はね、まあ、普通に入社してから半年経てばね、有給はもらえるんですけども、なんか自分はそういうふうに言われてまして、まあ、まあ、その時は令和5年の4月かな、復帰したの。4年、5年かな。まあ、それ4月から復帰して、そこから、まあ、来年の、ね、9月30日までに、仕事を頑張っていれば、10月から、まあ、有給が出るっていう感じの、なんか設定で、紙に記入されちゃいまして、まあ、これまでね、まあ、復帰してから、まあ、有給なしで、まあ、お仕事、まあ、無理しない程度ね、定期検査を受けながら頑張ってやって、今日本日9月30日を迎えて、まあそのお話を本社で、ちょっと聞いてきました。で、ね、まあ本社側の方は、まあ調べてくれて、まあ今日でね、9月30日になったんで、まあとりあえず来月、まあ明日からの10月からはね、まあ自分も、まあ有給がもう降りるっていうことになりました。で、まあ普通の人と違うんでね、自分の場合はね、まあ、日数はそれは、それに多めはもらってます。で、自分もね、ああ、やっと、有給がもらえたんだって感じでちょっとほっとしてます。まあ、ちょっと遅すぎましたけどね。うん、まあ、なんとか皆さんのおかげでね、まあ、これはもらえたんで、まあ、それでもまあ、もう一つ言われたら、まあ、本社側としてはね、早めに使ってとかなんかちょっと焦らせ気味に自分で言ってきたんで、それはどうしてなんかな、と思ってますね。まあそれはね、もらってから1年、2年かな、有効期はあるのね。まあただ、合計合わせてね、40日以上になるとね、まあその、ハスみたいなのが引かれるという話は聞いたことあるんですけれども、まあ、それはちょっとこっち側としてちょっと焦らされたんで、もしかして、まあ自分今ね、1年前契約ずつ更新してるんですけど、それは、
ね、来年3月までの1年前契約で、それで4月からまた更新する。それは一つちょっと、驚いてるのは、ちょっと、おどおどしてるのは、その、もしかして、今年度で、まあ、終了するのかなと。お仕事が、その3月前で。それで、まあ、早めに自分に、早めに消化して使っちゃった方がいいよって、それを言ってくれたのかな。ちょっとそれは心配してます。まあ、それはそれなりに、まあ、もし本当に来年の3月で、まあね、この今年の4月から入った1年前契約で終了することになれば、まあ、会社側もね、まあ、1ヶ月前に、まあ、2月かそのぐらいに、まあ、契約ね、まあ、更新しないと、終了するっていう報告してくれれば、まあ、その3月中に、まあ、全部消化するしかないなとは思っております。まあ、とりあえず自分が一番最初有給使うとしたら、まあ、再来月の11月ですかね。そちらの方で取ろうと思います。まあ、本社側にも一応10月、11月には取りたいとは言ってきました。まあ、それはなぜかと言いますとね、11月はね、まあ、自分の誕生日でもありながら、まあ、それよりはね、その、まあ、真ん中の週なんですけど、まあ、自分の大好きな街のね、まあ、一大イベントの一つ、年一のイベントの一つ、まあ、そちらの方、まあ、目的もあるんですけども、まあ、それ終わってからのね、まあ、有給取りたいなと。まあ、その前後もありえますけどね。ちょっと11月はまあ、有給取りたいっていう考えはしております。まあ、ちょっとね、今夜の晩飯のね、撮影でしたが、ちょっとね、まあ、晩飯以外のね、まあ、会社の事情の方のね、お話の、そっちの方を、まあ、優先に、動画に、お話ししました。まあ、とりあえず、まあ、自分もようやく、まあ、明日からね、とりあえず長かった、有給なかったお仕事、ね、この1年半か、それぐらい超えてたんですけども、まあ、とりあえず、まあ、10月からもらえるような話を今日聞いてきました。まあ、もう、まあ、自分としては再来月取りたいと思ってます。まあ、病院の方もね、まあ年末、まあ12月にまあ予約してありましてね、いつもの血液 CT の他に年一の胃カメラがあるんでね、かなり料金が高いと思いますけど、まあそちらはね、受けに行ってきます。まあ今日はね、まあとりあえず、まあやっと有給がね、来月からもらえるというんでね、ちょっと簡単なね、まあこう、まあ祝福な、まあ晩飯になりますね、こちらのね、栄養満点のこちらをね、まあ食べながらね、まあ、よかったなと思ってほっとしたいと思いますね。まあ、とりあえずね、今週もね、長いんでね、気をつけて頑張りたいと思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ、皆さん、ありがとう。またねー。